どうも皆さんこんにちは、チャカバサです。本日はですね、速報ということで、マリオットボンボホテルポイントはですね、なんと宿泊しないでもですね、ホテルのレストランでですね、フード&ビバレッジクレジットにね、利用することができる。またね、レストランで宿泊しなくてもですね、ポイントが獲得できるようになりましたということで、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今ね、深夜ということで、もうね、もうビール飲んで、もう寝ようかなと思ってた矢先に今回ね、発表がございまして、ちょっとね、顔が赤いかもしれないんで、申し訳ないんですけれども、本日ですね、マリオットボンボホテルポイントがですね、宿泊しなくてもですね、ポイントがね、使えるようになりましたので、まあ、知っておいてですね、損はね、ないかななんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、公式サイトね、こちらはアジアの公式サイトなんですけども、こういった形になっておりまして、今回ですね、マリオットボンボホテルポイントはですね、会員の方限定にはなるわけなんですけども、一部のね、マリオットボンボホテルに、宿泊しなくてもですね、ポイントをフード&ビバレッジクレジットにね、利用することができたり、またね、ポイントを獲得することがね、できるようになりました。で、対象のエリアなんですけども、アジア、ヨーロッパ、中東、アフリカ、中南米っていう風になっておりますんで、対象エリア内にですね、アジアがね、入っているっていう風になりますんで、日本国内もですね、今回のね、この対応に関しても対象っていった形になります。で、今回ですね、ポイントがね、宿泊しなくても利用することもできるんですけども、獲得することもね、できるっていった形になります。これはですね、通常ホテルにね、宿泊していただいて、まあ部屋付けにね、していただければ、1ドルに対してね、10ポイント、獲得することができますよね。まあこれと同様になっておりますので、税金とかね、サービス料とかね、全部差っ引いた金額で1ドルに対して10ポイントね、獲得することができるっていった形になります。またね、ステータスのね、ボーナスポイントもね、対象っていう風になりますんで、ボーナスポイントもね、付与っていった形になります。でですね、対象のホテルですね、ポイントが獲得できるね、対象ホテルはかなりね、多くなっておりますので、概要欄にね、公式サイト載せておきますので、もしね、利用されたいっていう方はぜひね、対象レストランね、チェックね、していただければなと思います。で、ポイントはね、今回利用することがね、できるようにもなったんですよね。で、こちらをね、利用するにはですね、マリオットボンボホテルのね、アプリがありますよね。まあ、こちらがないと、利用することができないっていった形になります。まあ、マリオットアメックスプレミアムカードとかね、保有されている方は、まあ、ほぼほぼね、マリオットボンボのアプリはね、入れている方がほとんどだと思いますので、まあ、大丈夫だと思うんですけども、マリオットボンボホテルポイントをフード&ビバレッジクレジットにね、利用するにはアプリがね、必要っていった形になります。で、またですね、ポイントを利用する場合はですね、身分証明書がね、提示が必須っていう風になりますんで、もしね、今後、利用する場合はですね、国内外問わずですね、ID チェックがね、入るっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただければなと思います。で、気になるね、ポイントとホテルクレジット、まあ、フード&ビバレッジクレジットの交換レートなんですけども、そこまでね、よくありません。こういった形になっておりまして、250マリオットボンボイポイントが1ドル、1250マリオットポイントが5ドル、2500マリオットポイントが10ドル、5000マリオットボンボイポイントが20ドル、12500マリオットボンボイポイントが50ドル、25000マリオットボンボイポイントが100ドル、125000マリオットボンボイポイントが500ドルっていう風になりますんで、まあ、そこまでね、良くないですよね。125000ポイントが、まあ、500ドルっていう風になりますんで、今のドル円のレートでも多分7万か8万ぐらいのね、間に行くかななんていう風になりますんで、まあ、1ポイントね、0.7 円とか 0.6 円、6円ってことはないですかね。0.7 円から8円ぐらいに、ね、なってしまうっていう風になりますんで、めちゃめちゃお得かって言われると、まあ、そこまでね、お得ではないんですけども、まあ、選択肢の一つとして利用することができるっていうのはですね、まあ、悪くないのかななんていう風に思います。で、日本もね、対象ホテルがあるわけなんですけども、このポイントをね、利用することができるっていうね、対象ホテルはですね、かなり少ないっていう風になっておりまして、日本ではね、今検索するとリッツカールトン東京、東京エディションホテル虎ノ門、モクシー東京錦糸町のみっていう風になりますんで、まあ、今後ね、ここであれば、先ほどのね、交換レートで
ホテルでね、宿泊しない場合であっても、レストランでね、フード&ビバレッジクレジットとして、マリオットボンボンポイントがね、利用することができます。まあ、交換レートはね、そこまで良くないわけなんですけども、まあ、現金をね、利用されたくない方であったり、マリオットボンボンポイントね、使い切りたいみたいなね、まあ、そういった方はですね、利用していただくのもね、いいのではないのかなと思います。で、またですね、公式サイトにね、今回のこの対応についてですね、いくつかね、よくある質問みたいなのがね、ありまして、ホテルでね、宿泊しない場合で、レストランで利用してポイントを獲得する場合、利用してからですね、ポイントが反映するまで最大ね、24時間かかるっていった形になります。で、またですね、ポイントを利用したい場合、十分なポイントがない場合、現金とポイントの組み合わせは利用できるのかっていう話なんですけども、まあ、こちらね、利用することができません。で、ポイントを獲得する場合ですね、一つのテーブルに、まあ、4人でね、食事してたとして、まあ、2人ぐらいね、マリオットボンボイ会員がいたとしますよね。まあ、そういう場合、ポイントをね、分けてね、付与することができるのかっていう話なんですけども、こちらはね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、店員さんに相談していただければなと思います。ということで、今回ですね、マリオットボンボイホテルポイントが宿泊しなくてもですね、ホテルのね、フード&ビバレッジクレジットに利用できたり、またね、ポイント獲得することができるっていう風になりますんで、まあ日本国内ですね、ポイントがね、利用できるね、先っていうのはね、まあかなり少ないっていう風になるわけなんですけども、まあこれからね、多分順次増えていくのではないかななんていう風に思いますので、まあポイントのね、利用先が増えるっていう点ではですね、かなりね、いいですよね。で、今回ね、この対応が始まりましたということで、一つ気になっている点はですね、アメリカがね、対象に入っていないんですよね。まあ、アメリカ以外はですね、結構いろんなところね、対象に入っているわけなんですけども、アメリカね、まあ、どのエリアも入っていないっていう風になりますんで、まあ、マリオットポイントね、貯められている方で、ハワイでね、利用されたいっていう方ね、結構多いと思いますので、まあ、交換レートね、ちょっとそこまで良くはないわけなんですけども、まあ、せっかくハワイ行ってね、贅沢したいみたいなね、まあ、そういった時にですね、こちら利用することができればね、かなりいいのかななんていうふうに思いますので、まあ私もね、ニューヨークとかでね、利用したいので、ぜひね、アメリカね、早く対象に入れていただきたいですね。で、今回ね、この対応がね、もう始まっているわけなんですけれども、こちらね、海外のね、ブロガーの話によると、ちょっとね、いつから始まったかはね、ちょっとわからないみたいなんですよね。で、また、ホテルにね、どれぐらい伝わってるかっていうのも、こちらね、よくわからないっていう風になりますんで、まあ、今回私の動画を見てですね、利用されたいって思って実際利用しようと思った場合に、ホテル側がですね、ちょっとよくわかんないみたいな、まあ、こういった対応される可能性はね、十分あるっていう風になりますんで、まあ、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、この公式サイトね、ブックマークでもね、入れといていただいて、まあ、こういった対応があるんだっていうのをですね、ぜひね、照れるようにね、しといていただけると、スムーズにね、利用することができるかな、なんていうふうに思いますので、この点もね、覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。